ラ・ビバンディエールは、1844年に、英国で初演された全一幕のバレエ作品である。ビバンディエールとは、女性主護商人のことで、主護の娘、従軍招待の女のい。台本と、振付は、コッペリアなどで知られるアルテュール・サン・レオン。音楽は、チェーザ・レプーニが担当した。初演は1844年5月23日に、 ロンドンのハーマジェスティーズ劇場で行われた。ヒロイン役のカーチはファニー・チェッリーと、その恋人役ハンスはサンレオン自身が踊った。サンレオンは、ボヘミア地方の民族舞踊レードバークを取り入れ、作品を成功に導いた。舞台は、ハンガリーのある村。手法を辞めて故郷である、この村に帰ってきた、カーチ。カーチと彼女の恋人ハンスに、 美しいカーチに言い寄る金持ちの老人二人が絡んでくる。サンレオンは1852年に出版した辞書らステナカレグラフィーの中でこの作品に含まれるパドシスの振り付けを独自のダンス記録法で残した。この腹振り付けはダンス記録法の専門家アンハッチンソンゲストによって再現され、1977年に米国のジョフリー・バレーが上演した。 一方、ロマンティックバレエの復元を得意とするピエール・ラコットは1976年にパリのオペライ・コール・コミック・ザ・デ・パドシスを独自に復元しており、これは1979年にキーローフ・バレエ団のレパートリーにも加えられた。オーブン表記、ルイーズ・マーケットこの民族舞踊はパリでレドバと呼ばれ、後にロンドンの社交ダンス界でも流行したという。A.B. チャップマン。 オーバス CIT マリウス・プティパの前載。ジョフリー・オファーズ・スティーブンソン・エス・プレリューズザ・ニューヨーク・タイムズ1ノーベンバー1987次の写真も参照のこと。ラビ・バンディールパデシックスニープルデジタル・ギャラリーバブスキーモニークレコットピエールインターナショナル・エンサイクロペディア・オブ・ダンスボリューム4 P108 ISBN 0から19から517,588から3ありがとうございます。